正しさよりも優しさを、自分の正しさを主張するよりも他の人に優しくした方がいいです。正論かざして相手をジャッジしたところで得るものは何もなし、むしろ失うものの方が多いです。他の人からは厳しいまたは意地悪な人と目に移り、逆に優しさは人々から信頼と信用を勝ち得ます。